おはようございます。これはまた素晴らしい景色ですね。今時間は7時ですか。朝7時ですが、朝ごはんを食べて木曽駒ヶ岳に今日は登ります。ということで、今いるのは長野県駒ヶ根市です。本日まず見に行くのは木曽駒ヶ岳の千畳敷です。ここは標高が3000メートル近くあって、5月でも雪が残っています。今でも十分に涼しい場所なんですが、約1万年前までの氷河期はもっと寒かったわけですね。氷河期にはこの駒ヶ岳には氷河があり、氷河が作った地形が見られます。詳しくは現地でご説明します。そしてその後、駒ヶ根から南東へ向かい、大鹿村の中央構造線を見に行きます。ここは稲山地と赤石山脈に挟まれて谷がずーっと続いています。この谷は日本列島を東西に貫く巨大な断層、中央構造線によってできた谷です。中央構造線についての詳しい説明は、前々回のドンズル棒と赤目四十八滝の動画をご覧いただくとして、とにかく長野県の南西部から静岡県にかけては地形の見どころがいっぱいです。では早速駒ヶ岳に登っていきたいと思いますが、駒ヶ岳に登るロープウェイ乗り場は自家用車乗り入れ禁止になっているので、ふもとからバスに乗ってロープウェイ乗り場へ向かいます。よろしくお願いします。まあね、すごいですね。これホテルの部屋の眺めがこれなんですよ。こりゃすごいわ。へえ。おはようございます。今日はまずは駒ヶ岳に登ります。この景色はまたすごいですよね。いやー、で、登るといってもですね、マイカーでは行けないようになっていて、かなり麓からまずバスに乗ってロープウェイ乗り場まで行って、で、ロープウェイに乗って、山頂近くまで行けると。まずはロープウェイ乗り場、あ、ってかバス乗り場か。バス乗り場に向かいます。8時45分発のがあるんですよね。今8時21分で、もうここから10分かからないんで、まあ多分乗れるでしょう。8時45分のに。この景色はすごいな。雪がね、残ってますね。今日は5月3日ですけど、で、ただいまの気温は10度です。だから山頂は今マイナス何度とかですよ。ロープウェイ駐車場、ロープウェイの駐車場がもうちょっと先にあるんですね。うわー、でもすごいね。へえ、これこれ、ここなんですよ。駐車場1日800円。あ、二輪車。二輪車はこっちなんですね。じゃあ、ここに止めますね。よいしょ。じゃあ、到着でーす。ということで、そこにバイクを止めて、そこでロープウェイ行きの切符を買わないといけないですね。まあ、バス乗らないといけないんで、切符を買います。ということで、早速チケットを買いますけど、結構なお値段しますよね。往復で4070円です。チケット買えたので並びますが、結構並んでるね。まずは駒ヶ岳ロープウェイ乗り場へと向かうバスに乗ります。本当はね、バイクで登っていきたいんですけど、自家用車は乗り入れ禁止ですからしょうがないです。バスは満員で出発しました。少し早めに着いててよかったですね。積み残しになってる人もいました。で、まずは太田切川を渡っていきますが、この通り真っ白な岩だらけです。花崗岩ですね。おお、花崗岩がいっぱいだ。これ白いの全部花崗岩ですね。で、いよいよここから先は一般の車両は通行止めになります。路線バス、ハイヤー、タクシー、指定車、許可車は通っていいようです。まあ、この急カーブをでかいバスが通っていきますからね。一般車両に通られるとバスを運行できませんよね。さて、バスの車窓から木曽駒ヶ岳がちらちらと見えます。5月でこの雪化粧してるってことは、やっぱり山頂は寒いんですね。途中、下りのバスと行き違いしたりしながら、だんだんと山が近づいてきて、ロープウェイの白火平駅に到着です。片道30分少々かかりましたね。結構遠いです。ということで、到着でロープウェイですね。あ、ちなみに1枚券を使ったというわけですね。じゃあ次はロープウェイかに乗ります。11度。おお、これはもういっぱいだな。では今度は約8分ロープウェイに乗って、一気に駒ヶ岳の千畳敷へ上がっていきます。大変
変お待たせいたしました。本日は中央アルプス観部号駒ヶ岳ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。当ロープウェイの高低差450m と終点千畳敷駅の標高2612m はともに日本一となっています。駒ヶ岳ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ご乗車の際のご協力ありがとう。ロープウェイって面白いですよね。ではロープウェイの駅としては日本国内で最も標高の高い2612メートル地点にある千畳敷駅に到着です。5月だというのに周りが真っ白な雪景色でびっくりです。でこれがロープウェイの駅なんですが、目の前がもう雪だわ。全部雪ですね。あれ登山してるんですかね。おお。で、これお椀状というかですね、こういうカールしてるんですが、その名の通りカールという地形なんですね。氷河がこう流れ下るときにこう削っていった地形がカールです。で、先が尖った山がね、まあ、あれなんか尖ってますが、あの尖ってる山は宝厳と言います。でちなみにその氷河が下っていくときに、岩とか、ね、砂とかを運んでいってモレーンというのができるんですけど、どこからどっかに池があるはずなんですよね。まあ、氷河が作る地形がいろいろあるわけです。なのでここもカールだし、あっちもカールですね。氷河がこう流れ下ったわけです。であちらの尖ってるのが、あっちがホルンか、ホルンとかホーンとか言いますが、 あれがいいですね。あれホーンですね。であの保温の岩は何かというと花崗線緑岩なんですね。まあ、花崗岩のちょっと黒っぽいのが出ています。この辺りはだいたい6000万年前、日本列島が大陸にくっついていた頃に、できた岩が、プレートがちょうどねちょっともうちょっと東の方で衝突していますが、その衝突したプレートによって、隆起して上がってきてるんですね。だから本当は地下深くでできた花崗岩がここに上がってきています。さて雪の上、意外と歩けるか、意外と歩けますが、まあ、これねバイクのブーツなんでね、すごいな、雪ですよ。神社がある。でここに信州駒ヶ岳神社という神社があって、ここから先は冬山完全装備と書いてありますね。だからピッケル、アイゼンとか履かないといけないみたいですね。おお、すごいすごい。あれスキーかな、スキーしてる人がいます。ああすごいね、いい景色ですね。で下に落ちてる岩を見ていただくと花崗岩ですね。石英と長石と黒雲母、このキラキラ光ってるのが石英ですね。ああ花崗岩がいっぱい落ちています。この茶色っぽいのは仮長石ね。ああいっぱいあります。まあ、なんだかんだ言って雪は綺麗ですね。真っ白な雪です。まあ、雪の上よりこんなやってずるずる滑りながら降りていかないといけないんですが、これはすごい。でこれがカールですね。なるほど、カールの中に降りていけますね。へえ、いやーこれはいいわ。カールがねこの通り見えますかね。こう白いといまいち立体感がどのくらい映ってるのかな。あーすごいですね。まあ、こうやってお椀状になってるわけですね。あーカールだ。であっちが、ホルンですね。もうね目があの下からの照り返しでこう雪焼けっていうんですけど、なんていうんですけど、なんかこうスキー焼けっていうのかな。もうあの目がねチカチカする。下からこう紫外線が照り返してくるんですね。目がチカチカしてもうよく見えないんですけど、こんななんですね。ああ、いかんいかん。10時の便があるから、10時のに乗ろう。ズルズルですけどね。じゃあ帰るのに乗ろうかな。ああ、目がチカチカする。ということで、駒ヶ岳の千畳敷でした。で、向こうに見えるのは稲山地と赤石山脈。今からあちらの方にある中央構造線を見に行きます。では下りのロープウェイに乗ります。やっぱりこの景色すごいですよ。
雪が溶けかかって河口戦力岩が所々見えるこの景色どうですか？めちゃくちゃ綺麗ですね。上りのロープウェイとすれ違ったり、流れ下る雪解け水を見たりしながら、麓の白火平駅、標高1662メートルに到着です。高低差950メートル、これは楽ですよ。多分日本一楽にカールを見ることができるのがこの千畳敷だと思います。ちょうど乗れたな。帰りもバスは満員です。人多いですね。ということでチケット使い終わって、バス着きましたね。ということで駒ヶ岳でした。ここね、素晴らしいですね。氷河地形が見られて、でこの辺りはまあまあ古い7000万年前の、まあ、日本列島が大陸にくっついていた頃の花崗岩、花崗戦力岩が隆起して上がってきたところですね。でここからもう少し東の方に行くといよいよ中央構造線が現れます。で、ね、その中央構造線があの山の向こうかな、一個ね手前にそういえば山があるんですね。でその手前の山を越えると、大鹿村という村があります。手前側の山の向こうかなに、中央構造線ですねの谷があるので、そちらに行ってみましょう。大鹿村に行きます。まあでもこれは本当にいい景色ですね。ちょっと雲が出てきましたね。あれが駒ヶ岳ね。でこの右手に見えているのが木曽山脈で、左側が赤石山脈ですね。これめちゃめちゃいい景色ですよ。昨日よりちょっと霞んでるかなって気はしてますけどね。こうやってね、山頂にかなり雪が残ってるんですね。さっきロープウェイで登りましたが、ロープウェイで標高2800メートルでしたっけぐらいまで上がりましたが、なんかロープウェイの駅としてはあれが最高地点の駅らしいですよ。そこであの氷河地形が見られるというね。そんな別に山登りせずにあれ行けますからね。であとは夏に行くと、ちょっと頂上で話しましたがモレーンのね池が見られるんですが、今日は雪が積もってて全然見られませんでしたね。なんで本当は夏に行った方がいいかもしれませんね。ゴールデンウィークに行くとああやって雪山の装備をしていかないとほとんどうろつけないしですね。まあでもこの時期に雪が見られるというなかなか面白い場所ではあります。では大鹿村の中央構造線を見に行きましょう。よろしくお願いします。この左手ですね、あの山の向こうなんで、ここ左に行きますね。おで、こう見ると山脈がまあ二重にあるというのが分かりますかね。手前の山と奥の山ですね。手前の方が若干低いのかな、だから雪は積もってないですが、奥の方に高い山が見えますね。あれが本当の赤石山脈ということになるのかな。で補足ですけど、手前側にあるのが稲山地です。いやーほらめちゃめちゃいい眺めだ。ここの交差点、福岡駅入り口っていう名前でね、この左手に福岡駅っていう駅があるみたいですよ。まさか長野に来て福岡を見かけるとは思いませんでしたがコメリーも福岡店ですから福岡店がある。まあ山脈が迫ってきましたね。この交差点の名前は福岡南です。福岡南に福岡ナンバーのバイクが来ています。いやすごいねこの景色。へー、ではこの坂戸橋という交差点で左ですね。おお、これ国指定重要文化財らしいですよ、坂戸橋。おお、花崗岩の川ですね。おお、つまりこの辺はやっぱり花崗岩なんですね。でその中央構造線がそこにあって、さらにもうちょっと向こうにフォッサマグナがあります。フォッサマグナは日本列島を真っ二つに分けている大きな割れ目ですね。だからこの辺は割れ目だらけなんです。うわーすごいね、まあ、あの山も日本がね押し合いへし合いされてるその証拠ですね。これはあの大陸プレート同士がぶつかり合ってるんですね。このもう少し東の方で大陸プレート同士がぶつかり合っています。この辺はねプレートがひしめき合ってるんですよ。で今これはだから中央構造線の西側にある山を越えていってるんですね。ではこの峠を越えて、まあ、峠を越えてしまえばもう割とすぐなのかな。峠を越えてしまえばもう大鹿村です。まあまあそんなに走りにくいということはないか。まあやっぱりくねくねはしてますけどね。おお、くねくねはしていますが、まあそんな走りにくい道ということもないですね。それで山を越えましたね。一山越えましたが一山越えてなんかすごい道になってきました。
ということはもうこれ大鹿村に入ったのかな、入ったんですかね。まあ非常に走りにくい道ですが、脇を見るとこれマサドですね。花崗岩だな。ああこれ花崗岩のあのマサドですね。警笛鳴らせ。これはしかしすごい道ですね。へえ。まあこの通り中央構造線なのですごい谷になっています。マサドがいっぱい落ちてますね。花崗岩が風化した砂が結構散らばってるんで気をつけていかないといけないですね。これ砂踏んで苔だとかなるとねシャレならんからね。うん、落石が結構ありますよ。お、藤が咲いてる。藤の花です。でここで右折だそうです。なるほど、ここでトンネルに入るんだ。では大鹿村方面に進んでいきます。大鹿村ね、大鹿村まで7キロ。へえ。ダム湖、わあすっげえなあれ赤石山脈ね。でまあやっぱりこれだけ険しい地形なのでトンネルだらけですね。ちょっと看板を取り損ねましたが、今さっき大鹿村に入りました。わあここはすごいわ、すごい谷ですよみんなピースサイン返してくれました。歌舞伎の里大鹿。大鹿って歌舞伎の街なんですか。うーん、大鹿歌舞伎公園。中央構造線というどでかい断層があるわけで、それでね押し合いへし合いしてこういう、まあ、谷ができたりするわけですね。すごい露頭が出てますね。あれすごいね、あの崖で。大鹿のここが市街地ですね。で、そこに川があって、川を渡った先に、博物館があります。おお、すげえな。でここここ、私が行きたかったのはこの大鹿村中央構造線博物館です。これね、うわいいとこだな、ここめちゃめちゃいいですね。では中央構造線博物館、ここに停めます。へえ。ということでそこにバイクを停めたんですが、これですね、中央構造線博物館です。これはね絶対ここに来たかったんですね。じゃあちょっと見に行きましょうか。ちなみにその向こうの崖がまたすごいですね。あ、いいですね、中央構造線の露頭が出てるのかな。いや素晴らしいですよここ。でちょっと見に行きましょうか。いいですね、中央構造線案内図っていうのがあって、今いるのはここ、まあ、ここ大鹿村なんですね。大鹿村のちょうどもう真下ですよ、を中央構造線が通っています。で、中央構造線によってここに谷ができてるんですね。一直線にここに谷ができています。でこの辺で取られた岩ですかねがいっぱい並べてあるんですが、まあ、この辺では深谷も見られるんですかね。石灰岩とかもありますけど、あとチャートね、チャートは昨日見ましたね。これはチャートと赤色血岩の5層。へえ。あ、なるほど、血岩ですね、血岩。こうやってこう層状になってるのが血岩ですけど、血岩と、チャートが交互に積み重なってるんですね。で今これ、まあ、ちょっと南の方かな、あちらが南なんですが、南からこうずっと中央構造線が続いてきてるんですね。でそこにほら見てくださいよ、中央構造線というふうに看板が出てますけど、こう続いてきてるんですね。ほらほらこれで、この真下を通ってあっちに続いてるんですね。北の方に続いてますね。へえ、なるほど、この博物館は中央構造線のちょうど真横に立ってるんですね。へえ。この辺に並んでる岩全部その小渋川っていう川から捉えてるんですけど、取れすぎでしょこれ、いろいろありすぎですね、すごいな。ほらほら、三波川編成帯の岩とかも出てくるんですかね。三波川編成帯の岩はあそこで見ましたね、佐賀の関で見られましたね。あ、緑色片岩ですね、泥質片岩と緑色片岩がある。そうなんだ、この辺にあるんですね、緑色片岩です。では行きましょうか、中央構造線博物館。いいね、いい説明がありますね。この佐賀の関半島の北側を通っていて、四国を通ってここは吉野川ですね。で最初、今回の旅で最初に見たこの紀の川を通って、で伊勢湾を通って、で今長野ですね、今この辺りなんですが、この辺りを通っているのが
このでかい断層が中央構造線です。館内には僕がいつも言ってるようなことが説明書きがいっぱいあります。この説明書きだけでもかなり価値ありますよ。あとはね、石もいっぱい置いてありますからね。で、先ほど越えてきたのがこの稲山地という山地なんですけど、とにかくこの辺り両方から押されて隆起隆起で、こっちは傾倒してるんですね。こう傾きながら隆起してるんですね。おこれすごいすごい立体になってる。さっき登ってた駒ヶ岳がこれね、ここに盆地があって稲山地があって赤石山脈があると。ここが傾倒して傾きながらこう隆起してるんですね。これが中央構造線です。でこれ諏訪湖にたどり着くんですけど、中央構造線ね、ここからこれで谷があるんですね。これ立体だからすごいよくわかる。こうなってるんですよ、立体ですよ。でこの中央構造線がこう続いていっていて、ここから伊勢湾を通ってこの辺かな、ここですね、ここを通って紀の川の方に続いているというわけですね。立体で分かりやすい。今いるのはこの辺か、いわゆるここかな、この辺かな、この辺ですね。この模型がすごいな。これをポチッとなとするとこうなるんですね。おお、なるほど。だからサンマ川帯と両家帯がこうくっついてきてるんですね。いやとにかくここはすごいわ、素晴らしい。石だらけですよ。もう本当にあらゆる石があると言ってもいいんじゃないですかね。あらゆる岩石がありますよ。今ちょっとたまたま一人になったけど、すごいな。へえ。で一番の見どころはこれでしょうね。中央構造線の路頭がこうやって剥ぎ取り展示してありますね。すごいね。この左側が内帯、つまりまあ北側というか、なんというか内側ですね。で右側が外帯なんですね。ちょうどこう色が違いますね。ここに本があるんですけど、これ持ってますね。これも持ってる。この2冊おすすめですよ。これこの本持ってないな。あ、これも面白そうですね。これちょっとでかいから家帰って買おうかな。あ、朝倉書店ね。地理といえば朝倉書店ですよ。この大鹿村の地質図が書いてあったんですけど、ここが中央構造線で今ここなんですけど、そうですか、この東側では三波川編成帯が見られるんだ。三波川編成帯ね、佐賀の関半島で見ましたが三波川編成帯があります。でこの西側は両家編成帯っていう編成岩、こっちも編成岩なんですね。そうなんだ、という、まあ、こういう地質になっているそうです。では中央構造線博物館でした。ここね、来たかったんですよね。来たいところに来れて満足ですよ。で、そこの崖もまたすごいんですけどね。そうですか、この辺は編成岩が出てきてるんですね。この南方向に向かって、路頭があるらしいんですね。安光路頭っていう、あの中央構造線が出ているところがあるらしいので、そこに向かいます。博物館の方に聞いたら行けるよっていうことだったんで、ちょっと行きますね。で、あの峠が通行止めになってるらしいので、峠を越えて南に抜けることができないらしいんですね。だからちょっとあの南まで行くんですが、行ったらまた戻ってこないといけないんですね。南に抜けるというのができないみたいです。まあ、とにかくちょうどこの谷が、中央構造線なんですね。この辺は編成岩なんだな。でも花崗岩もありますよね。あ、でもいろんな色がこの辺出てきてるわけです。その中央構造線によって、あの2つのその三波川編成帯と両家編成帯が、本来ね、かなり離れたところにあるはずのものが、くっついて出てきているというね。なんかまあいろんな地質がこう上がってきてるんですね。リニア工事何のこっちゃ。あ、この辺リニアモーターカーが通るとしたらこの辺通るんですかね。では路頭まで12分ですか。そんなに遠くはないですね。12分進んでいきます。わ、こんな道になるんですね。で、通行止めと書いてはあるんですが、峠が通れないだけらしいので、まあ行けるらしいんですね、その路頭まではね。まあでも本当に山深いですね。で、これが中央構造線なんですね。これが中央構造線、ずっとこの谷が中央構造線です。お、岩の種類が明らかに花崗岩じゃなくなりました。おお、こんな感じですね。おお、すごいな。
変成岩ですね。緑色変岩というか緑色の石もありますね。おお、すげえな。おお、なるほど。まあこの辺道がね、確かにもうボロボロになってますね。まあこれ今ちょうどね、中央構造線の真っ只中にいるわけですね。確かに変成岩ですかね。でこれがびっくりすることに、国道152号なんですね。この道が通れたら最高なんですけどね、通り抜けはできないんですよね。なんでその路頭まで見に行ったら引き返さないといけないんですね。これ通じてたら南に抜けられるんですよね。どこに抜けられるんだろう。静岡の方に抜けられるんじゃないかな。ただ残念ながら抜けられないので。あーでもいいね、中央構造線をずっと辿っていけるんですよ。これが国道とはね、152号ですからね。いやすごいね。だからもうあちこち崩れてきてるから道がね、迂回したりそんなになってますが、ここの中谷底はえらい広いんですね。で最後の峠の区間がもう通れないみたいですね。あーでも気持ちがいい道ですよ、普通に走ってる限りは。あでもこの辺みたいですね、アンコールと。これ駐車場がないですよ。まあ、この辺に脇に止めとけということかな。じゃあアンコール島に到着です。でそこにバイクを止めましたが、あちらですね、アンコール島といって中央構造線の路灯が見られるので、この右の方にちょっと行ってみましょうか。駐車場はないんでね、まあ、こうやって一応路肩というか止められるんで、ここ止めていく感じですね。なるほど、このここから降りていって川の向こうに見られるんですね。じゃあちょっと行ってみましょうか。こっちですね。でまあ簡単に川沿いに降りてこられましたよ。どこなんだ、まだ路頭がまっすぐ先と書いてありますね。ちなみにこの辺に落ちる岩はやっぱり不可体ですね。これは石灰岩というか石灰石がこうやって筋状に入ってますね。まあとにかくこんな岩がゴロゴロしていますが、おやこれどうやって行くんだろう。そこ谷を越えていくんですかね。アンコール島こちらと書いてあるんですね。ということはここを通っていくんだな。あここに一応道がありますね。なるほど、こう行くのか。アンコール島と書いてあります、あちらですね。でアンコール島こっちと書いてあって、さらにこっちと書いてあって、これかこれですね。なるほど、ちょっと近くまで降りていけるんで降りていきましょうか。川沿いに来ましたが、これね、アンコール島と書いてありますが、これですね、これが中央構造線のアンコール島ですか。確かにね、なんかこの茶色っぽい岩と黒っぽいのですね、剥ぎ取り展示と一緒ですね。だから内帯がこの茶色の部分ですかね。で外帯、要は太平洋側の方がこの黒い部分だと思います。だから砂岩ですね、砂岩系と、あと黒いのがこれなんでしょうね、玄武岩か泥岩かそんなんでしょうけど、地質の違うのがこうやってこう、あこっちの左側もそうですね。この左側の茶色っぽいのが内帯で、両家編成帯です。主に花崗岩らしいですね。それから右側の方の黒いのが外帯、こちらは三波川編成帯で、雲母などを含む黒色片岩や緑色片岩だということです。まあ、なんでこの辺に落ちてる岩はですね、まあ、この砂岩、これ砂岩ですよね。どうかな、黒っぽいのは何だろう、なんか雲母とかそんなんですかね。雲母かな、なんかそんなのっぽいのが落ちてますね。茶色い岩と黒い岩、これ外帯の岩、こっちが内帯の岩ですかね、の、まあ、2種類の岩がここに出てきているというわけです。でもあれが先ほどの路頭なんですが、まあ、こっち見ると緑色片岩とかもありますね、緑色の変成岩です。まあとにかくこの辺は岩がいっぱいです。その向こうを見るとあれは石灰質かな、石灰質の岩がありますね。もうこの辺は、まあ、巨大な断層があるんで、いろんな岩石がねこう断層で出てくるんですね。それでいろんな岩石が見られます。すごいですね、本当いろいろあります。まあ、ただ基本的には変成岩が多いのかな。ということでアンコール島でした。ここから先は南に進めないので引き返すしかないんですね。まあとにかくこの川すごいですよ。でこれは天竜川水系らしいんですね。天竜川だから浜松の方に下っていくんですかね、この川ね。といってもこれ今北に向かって流れてるんですよ。で北に向かって流れて、多分どっかで
この、稲山地かな、稲山地を越えて、で多分あの南側にね天竜川として流れていくんでしょうね。もうとにかくここが天竜川の流域なんですね。じゃあ大鹿村に戻って、そこから、静岡の方に抜けていきます。で今日泊まるのは伊豆なので、まあ、伊豆に向かいつつどっか途中寄れるかな、でもあんまり寄れないと思うので、もうとりあえず伊豆に向かっていくことにします。途中ね富士山とか見れたらちょっと見ようと思います。多分富士山どっかで見れるでしょう。ちなみに富士山は、フォッサマグナの中、真っ只中ですね。フォッサマグナといって日本が分裂した跡が、今度もうちょっと東の方にあるんですが、昔ね日本列島が真っ二つに割れて、でそれの間にこう火山とかが出てきて埋まったのがフォッサマグナですね。あの最終日に富士山は回る予定なんですけど、最終日はどうも天気が良くなさそうなんでね、まあ、今日のうちに富士山見られたら見られるだけ見ときましょうかというところです。ここが一番きついんですよねドロドロですからね、なるべくこう泥を避けて進んでいってと。ドロドロです、こんだけ崩れてきてますからね、まあ、とにかくこんな道が国道152号です。この辺で写真を撮りたいんですね。これいいでしょう、いい景色ですよ。おお、ちょっとこの辺で写真を撮ろう。いやこれいいですね。ああ綺麗ですね。いやそれで今あのマップにね目的地を入れたんですが、今日伊豆に泊まるんですよ。で伊豆までっつったらまあどうかな、3時間ぐらいで行けるのかなとか思ってたら4時間かかりますね。4時間かかるし、しかも太平洋側通っていくのかと思ったら内陸を通っていく方が早いんですね。だから、ここから北の方に回って、そうかそうか、ここ南に抜けられりゃまだ早いんでしょうけど、抜けられないから北を回った方が早いってことになるんですね。なんで山梨経由になるのかな。ということで、まあ、富士山の近辺を通っていくことになると思います。では伊豆に向かってこれからはフォッサマグナに突っ込んでいくことになります。おお、これは綺麗やね。へえ、何をね撮ってるのかと思ったら、これはいいね、空写真撮るよね、これはいいね。これ大鹿村の近くで、向こうは赤石山脈なんですけど、これはいいですね、いい写真が撮れました。いやーこの景色はめちゃめちゃいいですよ。へえ、いや橋の上でねなんか写真撮ってる2人がいたんで、なんだろうと思って見たら絶景ですごかったですね。僕はあのあっちの崖ばっかり見てて全然気がついてなかったですね。ということで大鹿村のまた市街地ですね。まあしかしすごいですよ、ここ中央構造線だから、こっちも山、こっちも山、この右手が赤石山脈ですね。だから特に険しい山がこっちになりますが、まあもともとあの大鹿村はね、あの今回の旅行で一番来たいところでしたが、まあ、やっぱ予想にたがわず素晴らしいところですね。ここなんか歌舞伎の里とか言ってね、で歌舞伎今日やってましたけどね、大鹿村って歌舞伎なんですね。ということで大鹿村でした。じゃあここからあの赤石山脈を北の方から回っていきます。もうほんと崖沿いをねくねくねと進んでいきます。前から来てますね、なんか車か。まあでもこうやって走っている限りは楽しいですね。いやー日本アルプスってこんな素晴らしいところなんですね。ではまた盆地に降りてきまして、あっちは木曽山脈ですね。まあもうどこに行ってもね素晴らしい景色ですよ。この辺の景色の素晴らしさはちょっとなかなか言い表せないですね。この辺があのプレートが大陸プレート同士がぶつかってるんで、この辺りがやっぱり山の険しさが違うんですね。いやーすごいわ。まあ、ともかく今日はもう伊豆に向かうのでいっぱいいっぱいですから、伊豆に向かっていきますよ。では、松川料金所ですか、松川インターから高速に乗ります。甲府方面か、甲府経由ですね。高速からの眺めがまた素晴らしいんだよ。でここからあと3時間かかるんですよね3時間か。であと2時間半ぐらい走らないといけないんですけど、なんかね分かりますこれ、なんかピカピカしてるんですよね。警告灯がなんかピカピカしてるんですけど、大丈夫なのかな、これエンジン警告灯ですね。これなんだろう、ちょっと不安なので、まあ、あんまりスピードを出さずに走ってますけど、何なんだろう、緊急事態なのかどうなのかよくわかんないですけど。おお、これはお見事、富士山。ここは標高 900m ですね。ちなみに録画し忘れてましたが、山梨県に入っています。あれ山梨県と出ていますが、まあ、富士山はあれは火山ですよね。プレートが沈み込ん で地下の熱によってね、マグマに変わって噴火したもの。
それが火山ですね。だからこの辺はいろんな地質のあれこれが見られて面白いですね。これ火山六線上地ですね。この左火山ですよ。やっぱりこの辺りはだから火山の火山フロントなんですね。まあどんどん富士山が迫ってきますが、まあ、一応ね最終日に富士山の見える宿に泊まる予定なんでね、まあ、そちらをお楽しみにっていうところですね。おー、これはすごいな。まあ今日富士山見えるようにねどっか泊まって明日富士山見てもよかったんですけど、まあ、宿の都合上どうしてもねそれで伊豆に先に行くことにしてるんですよね。この左が甲府の市街地ですかね。これは笛吹川という川らしいですが、富士山が見えなくなっちゃった。では甲州市に入って、ここからね、まあ、富士山の東側を通っていきます。ではここで左で川口湖方面に進んでいきます。ちなみに最終日というか最後泊まるのは川口湖なんですけどね。リニアモーターカーだ。あのリニアモーターカーの実験船ですね、まあ、実験船といって確か実際も使われるんでしたっけね。おお富士山、おおすっげえな。これはどんどん富士山が近づいてきます。おお富士山だ。もうなんかずっと富士山富士山って言ってるんですけど、まあ、ようやくかなり近づいてきましたね。まあ、これはね日本一の高さになるわけですよ。サイズ感がおかしいもん。だってあれ結構かすんでるでしょ。まだ距離あるんですよ。距離があってこのサイズですからね。想像以上にでかいわ富士山って。おおほほほほほ、ついに完璧な姿になりましたね富士山。おお、まあ、鉄塔が邪魔ですけど、もう鉄塔はどうしようもないね。ビジネスホテル富士見だってまあこれはまあ完璧に見えますね。おおすげえ。富士山はね結構新しい山ですもんね。一番最後に噴火したのが江戸時代ですから、まだまだ活火山ですよ。今ね一時的に静かですけど、次はいつ噴火するやらです。おおすっげえなへえ。で富士山の脇をこう通り過ぎていってますね今。いやーめちゃめちゃいい景色ですね。うん、でもう今これがどこなんだかよくわかんないんですけど、御殿場か、御殿場ですって。新御殿場で降りるそうです。渋滞してますね。関東ですからそりゃ混むよな。あんまりゴールデンウィークにこっちに来るのはちょっとあんまり正解じゃなかったかもしれないけど、ともかくあの新御殿場インターで降ります。でそこからは伊豆に向かって南下していく形ですね。伊豆の何が面白いかというと、もともとの太平洋の島だったのが太平洋プレートに乗っかって移動してきて、で日本にぶつかったのが、伊豆半島ということですね。伊豆に今日は泊まるので泊まって明日伊豆を見て回っていきます。あ、これあれかな、新東名に乗っちゃうんですかね。しかしガソリンを入れないといけないんだよな。 あっちは箱根ですね。高速道路からなんかあのいろんな観光名所を見ていますが、せっかくなら本当は寄りたいですけどね。おお、ダイヤモンド富士ですよ。ちょっと微妙に外れてるね。まあ、それでガソリンは入れられたので途中のインターで降りてね、裾野インターというところで降りてガソリンは入れられたんですが、なんかおかしいんですよね。ギアがね一速に入らないんですよね。一速までは行くんだけど、あ、一速入った、入った。何だったんだろうさっきの。ご機嫌が悪かったようです。ここから50分ですね。伊豆の方に向かって走っていきます。あ、夕暮れですね。もうすぐ伊豆市、伊豆市があって下田まで60キロとか出てましたね。おおおいい景色ですね。で今日はゲストハウスに泊まるので、なんかね駐車場がまともになさそうなんで近くでどっか止めれる場所を探さないといけないですね。うわー、これこっちすごい渋滞ですよ。伊豆から帰ってくる人ですかねあー、こらいかんわ。これ多分伊豆から帰る人ですよ。富士山、静岡、伊豆、伊豆、富士山、静岡、足立、神戸、横浜、沼津、高松、伊豆、練馬、富士山、所沢。あ、気持ちよく走ってきますが渋滞にはまりますよ皆さん。さあそれでこの伊豆のねこの地形のまた変な感じ分かりますかね。
変な地形ですよね。まあ、伊豆はもともと太平洋の島だったという話を先ほどしましたが、まあ、詳しくは明日ねご説明していきますので。何ですかこのロープウェイ、この可愛いロープウェイがいっぱい行き交ってますね。なんだこれ。伊豆市に入ります。もう本当に正面は山ばっかりですね。常連の滝とかね、あれか、天城越えは確かこの伊豆の話ですよね。伊豆温泉村、温泉入りたいな。そうだった、修善寺温泉っていう温泉があるんですよね。それで温泉があるからそこを宿にしたんだった。もう何もかも忘れてますよ。だから温泉に今日は温泉あるんだったかな、宿に。今日泊まるところはゲストハウスなんで、どうかな、泊まるのがねもうこの辺なんですね。あ、有料駐車場、ちょっと僕もここ左に止めたいな。1日500円、時間無制限。なんかあの宿の横に止めていいらしいのでそこに止めとこう。聞いたらねいいということだったんで、ここに止めさせてもらっていいらしいんで止めさせてもらいます。じゃあここに止めさせてもらって、ここですね、あの白飛びしてるでしょうが、この ITJ ベースというところに泊まらせていただきます。ゲストハウスですね。今はどこなんだ。まあ、ゲストハウスなんでこういう共用の部屋なんですけど、結構新しくて中も広いですね。これならある程度はゆっくり眠れそうです。この橋の正面がゲストハウスなんですが、こっちかな、こっちの方にちょっと店があるみたいなんで、古民家カフェでなんか夜食べれるみたいなんで、そこにしましょうか。あんまり食事どころがないんでね、真っ暗で何も映らん。そこかな、古民家カフェあまねっていうところがですね、ここが夜もやってるみたいなんで、ちょっと入ってみましょうか。やってるかな。どこが入り口なんだ、これかな。店内はまあ民家みたいな感じですね。で、縁側の席がゆっくりできそうなんでそっちにしたんですけど、真っ暗ですね。まあ、とりあえずビールを飲んで、あとはアジフライ定食を頼みました。このアジフライ美味しかったですね。肉厚でサクサクでした。ここね、ここの上がお店です。美味しかった。じゃあ温泉に入りましょうか。ここ真っ暗でしょ、暗いんですけどね。温泉に入ります。この箱の湯というところですね。で、中はこんな感じでかなり綺麗です。ただし石鹸、シャンプーなどは備え付けのものがないので持ってこないといけません。僕は知らずに入ったのでかかり湯だけして入りましたけど、まあいいお湯でした。とにかく気持ちよく温泉に入ってゲストハウスで寝ることができました。あ、おはようございます。今日はですね、まずは駒田、今日はまずは駒ヶ岳に登りますということで、駒ヶ岳でした。チャートは昨日見ましたね。どこだっけ、チャートがあったのは、どこだったかな、忘れてしまった。ほらほら、サンバ川編成帯の岩とかも出てくるんですかね。サンバ川編成帯はあそこで見ましたね。どこだっけ。